マキタさんの 40VMAX シリーズのインパクトレンチをご紹介してみたいと思います。001G じゃちょっと大きすぎるかなと、で 004G ではちょっと物足りないかなという時にこのサイズですね、 007G の方が出ました。プッチ止まるね。こんにちは、社長部長の YouTube の社長です。今回はですね、マキタさんの 40VMAX シリーズのインパクトレンチをご紹介してみたいと思います。左からですね、 TW001G、それから一番右 TW004G、 そして今回ですね、新しく登場しました。今見てわかる通りですね、大きさもそれからトルクもですね、ちょうどこのいい中間のサイズが出揃ったということです。この一番大きい 001G ですけども、重量が 3.8kg、 バッテリー装着時であります。2発目に出ましたこのインパクトレンジですけども、 004G、 こちらの方が 1.8kg ありました。そして今回ですね、 007G と言われるものが重量が 2.6kg ですね。大きさも見て分かる通り、もうほんとちょうどいい中間ぐらいのサイズです。今までですね、大工さんなんかが土台を締め付けるスクリューナット、ザガネですね、どんなメーカーさんでも300ニュートンぐらいの締め付けトルクで締め付けてくださいよっていうことが書いてました。こちらのトルクがですね、320ニュートンということでございます。まあ、ちょっといっぱいいっぱいのトルクかなということで、今回若干余裕を持たせてトルクを上げてきました。650ニュートンあります。一番大きいはですね、1350ニュートンありますんで、ちょっと大きすぎるかなと、で 004G ではちょっと物足りないかなという時に、このサイズですね、 007G の方が出ました。これからですね、実際実演をしてどれぐらい軽快に締め付けれるようになったのか、それから 001G ですね、 004G、 それから 007G、 全てに打撃のモードが4モードありますけども、オートストップモードというのがあります。これ、まあ、締め付ける時もそうですけど、私個人的にはですね、緩める時すごく活用できるんじゃないかなというオートストップモードですね、こちらの方も紹介してみたいと思います。それではですね、実際今から土台を締め付けるですね、スクリューザガネ16ミリのボルトですね、それから工事スクリュー、そちらの方を締め付け比べてみたいと思います。まずはですね、先ほどご紹介しました通り、スクリューザガネですね、推奨締め付けトルクが300ニュートンのものですけども、こちらの方ですね、 004G と、まあ、一番小型のやつですね、それから、今度新しく出ました 007G ですね、こちらの方で、締め比べしてみたいと思います。 004G で締め付けてみたいと思います。まあでも十分締まるね、十分締まりますよね。じゃあこれを次は 007G でちょっと締めてみたいと思います。じゃあ 007G ですね、 001G と 004G の中間ぐらいなんですけども、重さもですね、本当なんかそんなに重いっていう感じはしませんね。やっぱ 001G の方はもう3キロを超えますんでね、ちょっと重たいですけども、重量的には本当そんなに重くないです。どうなのかな、ちょっともう一回いきますね。同じ打撃は4ですね、一番強いマックスでやってます。こんな感じですね。まあ打った感じ中間650ニュートンありますけど、そんなに差はないかなっていう感じはします。全然この 004G でも十分いけるような感じはしますね。緩めてみますね。緩める時の方が若干こうトルクがいるみたいなんで、どうなのかな、あんま違いが分からんね。牧田さん曰くちょっとパワーが足りないかもしれない、ギリギリのパワーなんでっていうことやったんですけども、まあ全然 004G でもいいような気がしますね、個人的には。じゃあちょっと今度16ミリのボルトと12ミリのボルトをちょっと締め付けてみましょうかね。ここでちょっと違いが出るかな。でも基本的にはこれを締めるため、現場で楽に締め付けるためにこの 007G を投入してきたということだったんで、ここの差はあんまないかなと、
個人的にはちょっと思います。じゃあ今度は、007G の方で、M12 のナットを締め付けてみたいと思います。打撃の4、はあ、やっぱ強い感じはするね。今度 004G ですね。これも変わらないね。これも変わらない。じゃあちょっと M16 いきますね。じゃあいきますよ。今度 M16 のボルトですね。おー、締め付けるね、やっぱり。次、これいきます。でもなんかあんまり違いわからんかなこれ。まあでも今から夏になるにつれて暑くなるじゃないですか、うんうん、やっぱ暑くなっていわゆる 高負荷時にこう熱を持った時にひょっとしたらこの650この 007G の方が、まあ、ゆっくり締めれるのかもしれないですね。やっぱりモーターって熱くなったりするとやっぱ自動で停止してしまうんでね、まあそこら辺の検証もねちょっとまたしてみたいと思いますけども、このトルクに関してはまあ当然強いんでしょうけども、そんなに体感するほど。ちょっと 004G ね、はい、これ 004G が、まあ、一応その発売的には次男っていう設定よね。 001G が長男やもんね。 GG が長男でこれ三男やんね。三男そういう位置付けやんねじゃあ行きますね。これこれでいいけど怒られるよね行きます。もう十分いける。もうこの 004G。 じゃちょっと今度も最後この M12 の高知ボルトですね、125mm 長さがありますけど、こちらを締め付けてみたいと思います。M12 の125の高知ボルトですね、こちらを締め付けていきたいと思います。いきます。まあでも十分パワーあるけどな。十分打撃力は。じゃあ次、ついに出ました三男坊でちょっと行ってみますね。いきますよ。はい。ああ、これになるとかなり楽になりますね。カメラ越しでわかるんでしょね。早い。早いですよね。早い。ここぐらいになるとやっぱりこの 007G が、威力を発揮すると思います。まあでもまあ全然、004G でもね、締め付けることはできますけど、まあより楽にっていうことなんでしょうけど、まあ実際こう体感としてはあんまり変わらないかなっていうところはあります。で最後にですね、ちょっとオートストップモード、まあ晴天の時もそうですけども、これ逆転の時ね、意外に使えるんで、しかもオートストップモードの3っていうやつですね、打撃がかかった瞬間に、低速で回転し始めるっていうね、このモードをちょっとご紹介してみたいと思います。これ全てのですね 001G、4G、7G、オートストップモードあります。本当これ一番私いいんじゃないかなと思うのはですね、こんな感じ、まあ、ナットを落としたりとか高所からですねナットを落としたりするときあると思いますけども、それ心配なくですね、オートストップモードの2と1っていうやつは止まりますんでね、緩まった瞬間に。ちょっとやってみますね。これ止まってます。トリガー引いたままですけどね、こんな感じで止まります。これがオートストップモード3っていうやつになると緩まった瞬間に ゆっくり緩めていきますよね。これなかなか使えるかなと思います。晴天の時にもできます。晴天の時はですね、まあこれ 1,2 がよく使えるかなと思いますけども、締め付けて、まあ、仮締めとかね、そういう時に使えると思います。ちょっと締めてみますね。こうやって止まりますんで、トリカ引いたままでね。2の場合は 0. 何ベータかな、して止まります。で1になるともう打撃が加わった瞬間にちょっと止まりますんで、ちょっと見てもらいたいと思います。プッチ止まるね。これが1ね。こんな機能がついてます。これ全て001、004、007とついてますんでね、オートストップモードなかなか使えると思います。まあ重さはね 2.6kg で重たいっていう感じはしません。こんな感じで実演終了したいと思います。は
はい、というわけでですね、今回は牧田さんの 40VMAX シリーズから新発売、発売されましたインパクトレンチ TW007G の方をご紹介させていただきました。トルクに関してはですね、この 004G より約倍のねトルクありますけども、締め付けた感じはそんなにこう実感できなかったかな。もう十分こちらでも建築現場では対応できるかなというふうな感じはありました。ただ今からですね、夏場に向かって気温の方も上がってきます。そういう、まあ、バッドコンディションといいますか、負荷がかかる中での作業に関してはですね、やはりトルクがあった方が作業がスムーズに進むのかなというふうに思ってます。今回ミドルクラスということですね、画面上でも分かる通りちょうど中間のサイズとなっております。そしてですね、また同じような時期にハイコークさんからもですね、36V マルチボルトのですね、ミドルクラスのインパクトレンチが発売されました。次回はですね、このハイコークさんと牧田さんの締め比べもですね、やってみたいと思います。というわけで、今回は牧田さんのインパクトレンチの 40VMAX シリーズ、ご紹介させていただきました。次回もですね、実演を交えて、私個人的な感想もですね、もう本当忖度なしでやっていきたいと思いますので、どうぞご視聴の方よろしくお願いいたします。今日も最後までありがとうございました。